ラーコーチ・フェレンツ2世ラーコーチ家は13世紀から18世紀まで続いたハンガリー貴族の家系。一族に富と権力をもたらしたのは1607年にトランシルバニア公国の選挙君主となったラーコーチ・ジグモンドである。17世紀の数十年間、ラーコーチ家はハンガリー王国で最も裕福な上級貴族であった。一族中で最も有名なのは ハンハプスブルクを掲げたハンガリー独立戦争の指導者となったラーコーチ・フェレンツ2世である。フェレンツ2世は反乱中、ハンガリー王国盗賊連盟の統治主張、及びトランシルバニア公に選ばれた。反乱が失敗に終わった後、ラーコーチ家の膨大な財産は没収された。一族はフェレンツ2世の息子、ジェルジの死によって絶えた。伝説的なサンジェルマン伯爵は、 一部の人々からラーコーチ・フェレンツ2世の息子だと信じられている。ビファリアーの主によって作曲され、エクトル・ベルリオーズによってファウストのゴーに引用されたラーコーチ更新曲は一族の物語に言及している。この更新曲はフランツリストのハンガリー教師曲第15番にも引用された。以下の人物が有名である。ありがとうございます。